いやー、本当に、なんかツイッターでチラッと話したんだけど、ちょっとホラー映画成り行きで見ることになっちゃって、見てめっちゃ後悔した。もう二度と見たくない。なんか知らないけど、最近ホラーいけるっしょと思っちゃって見たらダメでした。ちなみに見たのはね、なんだっけ、ヘレディタリー家の継承、ヘレディタリーだっけ、なんかそんな感じのね、なんかね、ホラー映画見たくないけど、見てるりんちゃんだけは見たい。いや、あのね、悲鳴あげないよ。悲鳴あげるとかじゃなくて、もうね、ダメなシーンで見ない。悲鳴あげてさ、こうさ、キャーみたいなさ、うわーみたいなさ、言いながら見れるんだったら、いいと思うんだけど、言うとか以前にもうね、暗闇が怖すぎて、映画見た後怖すぎて寝れなくって、バロ1に戦して、で、寝たんだけど、で、12時ぐらいに寝て、まあ、夜さ、起きるじゃん、6時とか8時とか。で、もう一回二度寝したら、夜中の1時ぐらいになってて。で、真っ暗すぎて、もう起きるの怖くて、マジで、もうなんか半べそかきながらトイレ行って。でもなんか、起きるの無理すぎて暗い中、そう、もう一回寝て、20時間寝て、今日朝起きた。そう、目、あともう本当に、なんだろう。もうなんか本当に、今ね、部屋も結構、何？間接照明で薄暗い感じでね、やってるんだけど、そう。もうそれすらちょっと嫌なぐらい、マジで生活に支障をきたす。ちょっと電気つけようかな。ちょっと待って、電気つける。よいしょ。ダメだ。マジで。本当に。よいしょ。あ、明るい。明るい。いやー、本当に見るもんじゃないですよ。ホラー映画。全然見るもんじゃない。もう、いらない。もういい。もう二度と見ない。わ、びっくりした。いや、ほんとに。マジで怖かった。ほんとに、もう二度と見ない。